里崎チャンネル。じゃん。なんで何も言わないんですか。こちゃ。いやそれ邪魔していけないから。僕はこちゃって。そこが里崎さんのご挨拶で。僕里崎さんタイプじゃないんで、はい、やっぱ立てるっていう。先輩は立てるっていうところ。僕も立てるんですよ。先輩は。いや僕がなんかどうもいきなりこちょっていうのちょっと失礼かな。いやいやもう大丈夫、2回目ですから。あそうですね。2回目のコラボで2本目じゃないですか。やっぱあの YouTuber として那須さんと一緒に登り詰めていきたいですよね。はい、もう本当ですね。ね、もう31万人。しかも最近またちょっと増えてきてないですか。野球界もそうですけど、そう、あ、まあそうですね。YouTube。すごい増えてます、ね。あとまあ芸能界もそうですし、いやすごい、はい、あのもう、やばいっすよね。やばいっす。コロナになって、うん、ここぞとばかりに、うん、はい、オンラインでみんなやり始めて。で、僕、ガッツポーズしてるんですよ、はい。みんながやりだして。はい、よっしゃと、はい、いや。僕もちょっと若干ありますよ。ね、はい、みんながやりだすってことは、今まで見てなかった人が見出す可能性あるんですよ。そうなんですよ。パイが増えるじゃないですか。パイが増えるで。で、あと、もう弱肉強食だから、力じゃないですか。はい。発揮する、もう発揮していくっていう。そうですね。はい。どんどん。そうなんですよ。もう精査されていくと思うので。そうです。だから、なんか、YouTube って、はい、僕、地獄の入り口って言ってるんですけど、はい。あの、まあ、回るか回らないかは、はい、人気があるか、その人に、はいはい、人気があるか、やってるものが面白いかどうかだけじゃないですか。そうですね、そうですね。このもう2個しかないじゃないですか。はいはい。だから、もし回らなかったら、うん、てめえに人気もなければ、はい、やってることもつまんないって、はい、視聴者から言われるって地獄っすよ。いや、本当っすね。いや、本当っすよ。マジ、もうしかも、審判下されるじゃないですか。いや、もうかなり下されますね、リアリティ。僕と芸能界の人たちと同じ立ち位置じゃないですよね。はい、あ、そうですね、はい。でも、野球界は同じ立ち位置じゃないですか。はいはいはい。で、そうなってくると、野球界中、このヒエラルキーみたいなのがあるじゃないですか。はいはいはい。で、如実に、あの人とあの人だとこっちが上とかなるじゃないですか。なります。如実に出ます。地獄っすよね。地獄っす。はい、だからもう気合い入れてやっていかないと。いや、そうなんですよ。だから逆に言うと、はい、ちょっと早くスタートしといて僕よかったですよ、ね。いや、僕も那須さんとかも早くスタートしてね、なんか不安があるからね。本当によかったなと思って。今から行こうと思ったらきついですよね。きついです。もう全然 いける気しないですもん、やって。なんか難しいですよね。今だから、結局コンテンツ真似になるんで。そうなんですよね。はい。だからちょっと劣化版になっちゃうじゃないですか。まあ、関係値があればいいんですよ。関係値があればこうやって面白く、おかしくやれるんですけど、なんかもう全員がそうじゃないので、だから結局コンテンツとかその人の、うん、こっちになる。そうですよね、はい。だからちょっとね、はい、上げていかないとね、やっぱり。もう学ばせていただいてるんですよ。いやいや、そんなことないですよ。やり方一つだけなんですよ。はい、思ってること言えないです。それが難しいんです。だってあれですもんね、はい、オブラート結構集めですもんね。僕、はい、オブラートにというか、あまりそうですね。まあ、もちろん確信つくように、最近は言うようにしてるんですよ、うん。それでこそ、里崎さんに感化されてきてるので、もう大丈夫かじゃなくて、やるかやらないか、みたいなマインドにはなってきてますけど。でも言ったんですよ。褒めてほしければ結果出せって言ってね。そうですね。結果出せ。プレイヤーの時、ダメだったらボロカス言われるし、はい、よかったら手のひら回転で褒められるし、そうですね、次の日ダメだったら、昨日褒められてたのに今日はダメみたいに言われるから、はいはい、それは仕方ないですよね、そうですね、世の中、はい、でその中で今日も那須さんに、はい、そのオブラートを全部吐いて、はい、いい話を聞きたいと思いますけど、はいはい、前回はですね、はい、好きなスタジアム、嫌いなスタジアムっていうのを、はいはいはい、聞いてきましたけど、はい、得意だったチーム、苦手だったチームっていう、はい、このチームはマジで楽勝、はい、っていうのを聞きたいですね。やっても、はいはいはい、このチームは本当にもう楽だったみたいなチーム、はいはいはい、聞きたいですね。視聴者の皆さん、言わされているんですよ。言わされているんですよ。だから僕だったら、はい、2005年の時に、はい、楽天が新規参入してきて、はいはい、時は本当に弱かったです。はい、あの時の楽天は、はいはい、だからもう打率投げ時やと思って成績出すためにめっちゃ頑張ってたんですよ、はいはい、もう負けたらやばいみたいな感じでやってたんで、はい、だからそういうチームですよね。このチームにはもう負けたらもう地獄やぞっていうようなチームです。ああ、そういうことですね、はい、当時今じゃないですよ。まあまあオブラートに行ってないですよ、はい、一つ言えばこのチームってなかなか難しい。このチームに負けたらこのだからまあ勝ち計算するわけじゃないですか、はい、だからまあ優勝した時、はい、優勝した時に、はい、まあ、ここのチームらには絶対負けられないっていう勝ち計算してたチームですね。はい、わかります。やっぱりそのシーズンで降格
もうかかるかかかんないのチームは逆に難しいんですよ。必死だからさ、はい、必死だから。だからその中盤っていうか、もう順位がある程度決まってて、注意ぐらいのチームですね。7から10、いや10、9、8、9、10位ぐらいのチームが、うん、まあどちらかといったら個の結果に走りやすい。ちょっと野球で言うと消化試合的なチームの勝ちよりは、はい、自分の成績を上げて自分の評価を上げるために頑張るみたいな、はい、そうです。だからあの守り方で結構その残留争いになってくると、うん、後ろにドン引きを もう引き切って、うん、それで一発のカウンターでっていうチームが多いんですよ、うん、そこ難しいんですよ、海空軍こじ上げていくのは、はい、でもその注意ぐらいのチームはもちろん戦術はあるんですけど、うん、まあ、いつも通りにやってくれたりするので、うんうん、だからそういうチームの方が割とか、うん、いいかなっていうのはあって、今ちょっと相性がいいチームは探してるんですけど、でも、まあ、場所はあるんですよ。相性がいい場所はあったんですよ、うん、もう、でもここには負けられない、ここには負けられないですよね。ここには負けない、ここにはじゃあライバルはここには絶対負けたくなかったっていう、あ、移籍した後のチームには絶対負けたくなかったです。それでこそマリノスからベルディに移籍したときはマリノスに絶対負けたくない。なんですか？いやもう前のチームで、まあ自分から移籍したんですけど。でしょ？それなのに。それあれですよね、野球で言うと FA で出ていったのに前のチームに負けたくないって、いや自分から出ていったよみたいな。なんかクビになってだったら分かるんですけど。はい。いや自分から出ていったんですけど。なんですかそれ。いやいや、なんか古巣にはどうしても勝って、その逆に自分が活躍することで、恩返しになってないですけどね、はい、恩返しになってないですけど、活躍することで俺を残留させる、させなかったのは、まあ、その価値を見せる、そう、後悔させるために価値を見せたいんですよ、うん、なんでなんかもう移籍したチームで、うん、前の所属には負けたくなかったです。でもどうですか、良かったですか、結果は。結果はダメでした。しかもベルディ降格しちゃいました。そうみたいな、もうその、順位とかもすごい気にしてたんですよ、事細かに、途中まで、そしたら自分たちがガーン落ちてったんで、もう順位どころじゃないと、もう降格争いが残留争いに巻き込まれちゃったんで、もうそれどころじゃないみたいな感じ、途中からなっちゃったんで、残留争いは地獄っすか、はい、もう地獄です、チームの雰囲気、ピリピリっすか、もうピリピリです、もうピリピリもいいところですし、うん、まあ、練習でも結構こう、なんですか、揉め合いとかありますし、言い合いするんですか、もう、言い合い結構しますし。うん、優勝争いのプレッシャーはもう気持ちいいんですよ、まあ、すごい緊張感を、うん、降格争いとか、まあ、残留争いのプレッシャーはもう本当に嫌です。もう勝たないといけないとか、うん、でそれで 0-1 になった時のメンタル状況とかもう最悪です。じゃあ先制されたらやばいですね。やばいです、みんなトーンダウン、もう如実に見えますよ。後ろからドゥーンみたいな。みんなすごい、もううわどうしようみたいな、うん、はい、ああいう人いないんですか、なんかもうこれ降格だな、移籍先探そうみたいな。いないです。それはいないです。それいないですか。それはいないですね。まあでも自分の評価を高めるっていう意味で、うん、まあそれでこそポジション的にはフォワードだったりしたらもう点を取ることで、うん、もちろんチームを残留させたいっていうのはあるんですけど、うん、まあ、評価を高めることでいろんなチームからオファーあるので、うん、少なからず点を取りにっていうのはあるかもしれないですけど、うん、後ろの選手とかあんまないですね。もう本当勝ってほしいの一心なんで、もう我慢してないですか、もうこれ無理や、いや来年席やなって思いながら逃げるかもしれないですか。いないです。それいないですか。いないです。それはいないです。はい。それはなかなかいないですね、サッカー界、サッカー選手で。そういや、今喋ってて、ふと思いついて、はい、そうや、これ聞こうと思って、思いっきり方向転換するんですけど、はい、野球って、はい、プロに入るドラフト、あ、はい、ありますね。まあ、いわば、はい、今で言うと好きな球団に入れないじゃないですか、そうですね、くじ引きになったりとか、はい、だから好きな球団に行こうとすると、FA とかで行くしかないんですけど、うん、サッカーって、はい、どうやって入るんですか。ですね、まあ、一応スカウトが、まあ、高校なりにの監督に行って、はい、その高校の監督が教えていただいて選ぶんですけど、はい、まあ、高校の監督が基本選んだりもする場合もあります、はいはい、でまあ、それ相談してっていうところなんですけど、はい、で大学も大学の監督にチームからのスカウトが行ってとかいう感じですね。で、まあ、代理人っていうのはついてないのでまだ、はい、それぞれ、まあ、監督がでもし複数来たら、はい、複数条件面を、はい、条件面というか、まあ、条件面というか基本スタート一緒なんですよ。一緒なんですか。契約金とかないんですか。契約金はですね、ないです。そういうのないです。ないんですか。はい、野球みたいな、あのボーンみたいな、全くないです。全くないですか。全くないです。給料決まってるんですか、最初。最初決まってます。全員
上限が決まってます。 C 契約っていうのは絶対にスタートなので、はい、はい、でもまあ決まってるとするじゃないですか、はい、決まってるとしたら、もしじゃあ4クラブ、4つのクラブからオファー来た時に、はい、条件面ほぼ一緒とするじゃないですか。一緒です、一緒です、もうじゃないですか、はい、どうやって選ぶんですか、何を決めてるんですか。ですね、まあ、高校の監督とかどまずは試合に出れるか、あ、はい、あ強いところで出れるところですか。そうです、まあそれは第一優先ですね、はい、でそれで、まあ、強いところで出れないんであれば、まあ、ちょっとそこより、実力が劣るかもしれないけど、うん、試合に出れるっていうのを大前提でまず決めて、でその後は、その高校から高校出身の選手がいるとか、うん、したら、まあ、お世話してくれると、うん、すぐ慣れるっていうところですね、うんうん、あとは、まあ、自ら強豪クラブに行ってもうあのしのぎを削るっていう、うんいうパターンもありますね、うんうん、まあ、そこら辺じゃないですかね、条件一緒なんで。でもあのユースあるじゃないですか、はい、ユースもしじゃあヴェルディユースだった場合、はい、ヴェルディユースからマリノスに行けるんですか、はい、強化指定というか、まあ、その有望な選手は2種登録って言って、もう高校のうちから契約したんですよ、はいはい、そうしたらもう無理です、もう行けないです、ヴェルディに上がらないといけない、はい、でも、ユース上がった時点で別にそういう登録もしてないとか、はい、であれば全然可能です。それオファーがあったり、まあ、両方来たらそれは選べます。それででももし違うとこ行ったら批判されないですか、はい、いや、それはそんなないですね。もう当たり前ですか。はい、当たり前ですね。まあでも一応そういう、なんですか、規定路線でこう上がった方が愛される選手になるかもしれないですけど、うん、もう全然それはないですね、サッカーの場合。那須さんから見たらどっちがいいですか、野球のドラフトと、はい、サッカーのとどっちがいいですか、その野球の、まあ、野球のドラフトのデメリットは好きな球団に行けない。そうですね。でも、はい、アホみたいに金くれる。そっちです。最初から。そっちです。そっちです。多分サッカーみんな言うと、そっちです。だってもう、桁が違いすぎる。でも、自由なところを選ぶから、好きなクラブに行けるじゃん。行きますね。で、それからも、やっぱ年俸の差はありますから、うん、どうしても。はい。まあでも、日本で言えば海外移籍しないと野球界に追いつかないというか、はい、それ同等の、対価は得られないので。あと何年したらフリーなんですか、その移籍が。移籍は基本あの契約年数の中で、別にもうフリーです。フリーっていうのはおかしいんですけど、契約年数が例えば3年契約するじゃないですか、うん、その中で、もしも他から海外でも国内でもオファーあった場合、違約金っていうのがかかるんですよ、うんうんうん、でその違約金であのチーム間が合意すれば移籍できます、はい、基本的に、うん、で合意しなかったらもうその期間はクラブにいないといけないっていうので、うん、あの別にその何年契約したからダメっていうのはなくて、まあ、その相手がオファーがあった時点 そのお金値段交渉でうまくまとまればですね、うんうん、まあでもそれも自由だからいいですよね。そうですね、まあ、そういう意味ではいいかもしれないですね、うん、でもやっぱり、はい、This is money ですか。 This is money ですいやでも This is money です。だってあの、まあ、好きな球団行けないですけど、うん、でもそこでまず、モチベーションになるじゃないですか、ボーンもらって、 そうですね、でそこで、まあ、結局はそこで活躍すればいいわけですから、そうですね、だからサッカーも一応好きなところ行っても出れるか出れないかの保証はないわけで、うん、だからそこはまあやっぱり、うん、契約金をいただいてモチベーション高くそこでまたやるっていうのは一つの、はい、大きなメリットだと思います。サッカー、まあ、入るじゃないですか、はい、入って一番最初のなんかこうギャップって何感じるんですか、そのプロと人と入った1年目で。あ、もうなんかスピードとか、もうプレーでいう、もうスピードとかもう体つきも全然違うので、もうついていけないですか。ついていけないです。あ、でも今でこそ若い子、若い世代でもういきなりプロ1年目でっていうのはいますけど、まだそういう子は海外行ってますよ、久保選手だったりとか、まあ、でもあの僕の時だったらやっぱ高卒はもう体もできてないとか、うん、全然スピード感も違うので、まあ、高卒1年目でバリバリレギュラーでっていう得点王はもう無理ですか。いや無理だと思います。野球界だと、まあ、たまに高校1年目ですごいのとか出てきますけど、はい、もうサッカー界じゃもう無理ですか。すごいのは出てくるんですけど、得点王は絶対的に無理だと思います。あとなんかベスト11とか。ベスト11も、新人1年目でとかはあるかもしれないですけど、ヤングプレイヤー賞っていうのは。でもベスト11とかはやっぱ難しいと思います。いや本当にそれでこそ、いや難しいですね。いないですもんね、やっぱそういう選手は海外いますもんね。日本ってなんかあの、まあ、野球だったら甲子園からそのままプロで活躍するとか、はい、サッカーだったらあの高校サッカーからなんかそのままJリーグプロで活躍するみたいな、はい、
そのだからシンデレラストーリー好きじゃないですか。そうですね、多くのファンの人が、はい、でもまあやっぱり現実的には苦しいですよね。苦しいです、現実的には苦しいです。途中交代でとか、あの徐々に出て活躍するとかあるんですけど、現実的には苦しいと思います。僕もだから今年ね、ロッテの佐々木朗希とかもう現実的には無理やっちゅってんですけど、はい、みんなが期待するんで、はい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 、高校サッカーでもね、得点王とかなったりとか、ね、優勝したら、はいはい、めっちゃまあ僕らでも分かるぐらいになると、やっぱり1年目から期待しますもんね。そうですね。いや、まあ無理っすよね。いや、難しいと思います。もう現実的には難しいっす。慌てずっすよね。はい。まあというところで、はい、まあ、那須さんの一番負けたくないチームは、前いたチームってことっすね。そうです。全所属です。全所属です。でも6チーム行ってんで、はい、もう6チーム目だったら1チーム目はもうどうでもよくないです。どんどんあの移籍するので僕は6チーム多いっすよね。そうなんです、全然こう変わってる。あれじゃないですか、あの移籍すぎて、移籍することに何の違和感もなくなってんじゃないですか。いや、移籍、違和感はないってあれなんですけど、でもあのそれを支度金ってあるんですよ、引っ越し金みたいな、だから支度金泥棒って言われました。まあでももらえるもんはもらっときます、ね、もらえるもんはしっかりしてもらう、契約してくれるとこがあるから行ってやってんすからね。そうですね、まあ、里崎さん的に言えば行ってやってるんですね。僕的に言えば行っていただいて、あのオファーいただいてるでしょ。はい、まあ、ということで、はい、今日はだから里崎チャンネル2本と那須さんのチャンネル2本、はい、動画が上がるんで、はい、計4本あるんでね、はい、あの400万いきましょう。はい、もう目指して全部でね、全部で、あの皆さんか両方のチャンネルをチェックしていただいて、はい、まあ、あのプロ野球も開幕しましたし、はい、J リーグも始まりますから、はい、まあ、海外サッカーもね始まったところもあれば、ね、これから始まるところもあると思うんですけど、はい、まあ、あの皆さんのねお暇の時間をスポーツであの楽しんでもらいたいと思うんで、はい、まあ、このね YouTube チャンネルもですね、その楽しみのプラスアルファになるように頑張っていくんで、はい、那須さんともどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。